足立本県ドラム義塾塾長の今成です。レギュラーグリップ、この持ち方に対してのご説明をする動画の第3弾です。第3弾では人差し指についてお話しします。人差し指はおそらく指の中でも一番器用な指かと思います。なので細かい作業にとても向いている指です。人差し指だけを取り出して機能を考えてみると、こんな動きをするとつかみやすいです。これマッチドグリップの時にも受講生の方にお教えすることが多いんですが、リバウンドを取るのにとても有効な手段です。人差し指でスティックのリバウンドをドリブルしてキャッチします。なのでこの練習をするときは練習パッドやスネアの座面を高く上げてください。胸ぐらいまであった方がいいかなと思います。そうするとスティックは自然と水平に近くなるので、この状態で人差し指でリバウンドを取っていきます。かなり早く叩けることが分かります。おおよそレギュラーグリップで叩いた速いストローク、限界の速さというのは人差し指が作り出すことが多いです。人差し指のこの動き、ドリブルをする動きでスティックをコントロールするのが非常に重要です。ただしやはりこの動きですとパワーは出ませんので、このまま例えばリムショットをしたりフォルテシモの強い音を出したりという動きには向きませんというか無理ですね。なので細かい動き担当の人差し指と覚えておいてください。ただしこの人差し指を全く使わないタイプのドラマーもいらっしゃいますので、レギュラーグリップを親指だけで完結する方もいます。例えばベンチャーズのメル・テイラーさんや、ビバップの初期のドラマーのケニー・クラークさんなんかはおおよそ親指だけで叩きます。それでも十分演奏、彼らを見れば分かりますけれども演奏は可能なんですが、もうちょっと細かいニュアンスを一般に取り入れるときには人差し指を使っていきます。もう一回やってみます。まさにドリブルです。この動きを人差し指に覚え込ませてください。